やった。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったんだ。この班の使命は、そこのクソマキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。俺が上だったのか。行くのは。巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。やる。これ以上近づかれるな。時間を費やすわけには。俺の敵じゃない。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。すぐに片付けてやるぞ。巨人を止めます。もう次だ。どうしてガキ仲間。死ねー。味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。ええ、前を向け。
です。歩調を乱すな。最高速度を保て。違うぜ、リヴァイ判断やらなくて誰があいつを止められるんですか。まとめて相手してやる。巨人め、死んだ。助けられたかもしれないのに。援護感謝します。後ろは任せてください。押されてるじゃない。
どうしてバケモン。もう大丈夫。手は取れないよ。サルコレを出しました。どうしてバケモン。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞこのバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。